〈今回は〈決めて立つを紹介します衝撃とともに伝えられたヤンキース黒田宏樹の日本復帰メジャーで日本人ナンバーワン投手とまで言われた男はなぜその絶頂期に広島カープに戻ってきたのか決断までの苦悩名門ヤンキースで出会ったプロフェッショナル〉 ロビンソン・カノーからの言葉、カープ復帰までの心中を40ページにわたって大幅過失、黒田博樹の生きようとその人生哲学を読む、名門ニューヨークヤンキースが欲しがった日本人は、元補欠の野球選手だった挫折を知り、両親の死を乗り越え、広島への愛に悩んだ男が、繰り返してきた決断の道、そこには、現代にこそ見習うべき、 静かで熱い本物の男の姿がある以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。